週分のエナポちょうだい。はい、いつものです。どうぞ。サンキュー店長、また来週も来るからよろしく。うん。店長、お、お客さんだよ。レイジ様というのはあなた様のことでしょうか。あ、はい、そうですけど。え？私レーンと申しまして、カスティフェーン・ドラン・バルガス様にお仕えしている執事にございます。はあ、カス・エーン・トラ、マーラさん、今はシーね、ル。この度バルガス家当主の奥様フラム様よりあなた様を屋敷にご招待差し上げるようにと仰せつかっております。え、レイジさん、別の女性ともそんな間柄に、しかも奥様ってことは、人妻さんじゃないですか。主、人妻ってなんだ。ノエラはいいんだぞ、みんなも勝手に想像力膨らませるなって。失礼ですが、どなた様で。店長知らないの？カスティフェーン・ドランバルガス伯爵はカルタの町やうちの村を治めている領主様だよ。はい、それって貴族様みたいな。その通り。そんな方になんで俺が。要件につきましては直接お会いしてからとフラム様の仰せにございます。レイジさん、こういうことは大事になる前にしっかり話をつけるべきです。はあ、ではこちらに。バシャ、はやでか。あなたが噂の天才錬金術師ですね。違いますけど、多分俺のことかと。どのようなご用件でしょうか。直接聞かせていただけると執事さんが。単刀直入に申し上げましょう。若返りの飛躍を調合してほしいのです。若返りの飛躍できますよね。ええー、開発時間はどれくらいいただけますか。5日です。5日。いえ、晩餐会が5日後ですので、5日後のお昼までに持ってきていただけるかしら。さすがに5日は無理です。まあ、では私はまた老け顔老け顔と諸侯に陰口を叩かれることになるのかしら。え、そんなことないですよ。フラム様はお若くてお美しいじゃないですか。そうかしら。はい、今のままで十分美しいです。でもダメよ、あなたがそう思っても彼らはそうは思わないのだから。なるほど、一度陰口を言われると自信を失ってしまう。俺もあっちの世界ではそんなことよくあったっけ。錬金術師殿、お願い、どうにかならないかしら。お金ならいくらでも。いや、それは品物ができた時に適正額をいただければそれでいいんで。それは作ってくれるってことね。な、俺としたことが。わかりました、できる限りのことはさせていただきます。若返ることは無理でも、奥様が若く見られるようなお薬を作って。まあ、そうですかそうですか、老いに抗ってみせると。そんな大層なことじゃ。まさに神の定めし摂理に逆らう天才錬金術師。まあ
よしっと。材料は揃ったな。レイジさん、慰謝料として何か薬を要求されたみたいですね。慰謝料？あ、すみません、ノエルさんは覚えなくていい言葉でした。ロウ？よし、できた。美肌ジェルべっぴんさん。肌の保湿、美白成分が入り、水分の破産を防いで肌をしなやかにする。お届けに上がりました。これ？はい、お風呂上がりに毎日顔に塗ってください。顔に？錬金術師殿、私を騙そうというつもりではないでしょうね。では騙されたと思って使ってみてください。効果がなければお金はいただきません。うん、いい香り。花や果実の成分が入っているので、手の甲で一度試してみてください。まあ、スーッと染み込むように馴染んでるわ。ただ顔に塗るのは抵抗が。晩餐会で悔しい思いや悲しい思いをするのは俺じゃない、夫人でしょ。あなたが使わないというのであればそれまでです。そこまで言うのなら試してみましょう。私とてあざけりの対象になるのはもうこりごりですもの。そうです、夫人をバカにした奴らを見返してやりましょう。ええ、今から晩餐会が楽しみですわ。レイジさん、そういえば例の件もう片付いたんですか？例の件？レイジさんが貴族様のご婦人とのその不倫のことです。レイジさん、最近あちらの屋敷に出かけてないみたいなので。まだそういうことになってるんだ。ヌン、来た。お？ヌン、主もらったもらった。高そうな焼き菓子です。錬金術師殿のおかげであの人たちを見返してやることができました。ありがとう。そっか、うまくいったんだ、よかった。ビミナーでビミナーコビナーでコビナー。いろいろ勘違いされたままだけど、みんなの満足に囲まれて俺も満足だ。べっぴん美肌。マキマキ。はい、タテロールさんがレイジさんをお呼びです。タテロール、ごきげんよう。私、エレイン船ドランバルガスと申しますの。お、その名前最近どこかで。あ、レイジさん、あの貴族様です。あレイジさん、まだあのご婦人とのトラブル片付いてなかったんですか？しかも娘さんまで巻き込むなんて。だから違うって。あなた方、もっと敬う態度を見せてくださらないかしら。私、わざわざ一人でこんな固い仲まで来てやったのですよ。来てやったって？誰もお前頼んでない。はーい、ノエラさんはこっちです。あのね、お嬢ちゃん、リスペクトしてほしいんならまず自分が周囲に敬意を払わないと。それが大人への第一歩だよ。子供扱いしないでください。私、あさってお父様と一緒に晩餐会に参ります。立派な淑女ですのよ。そうなんだ。で、何か買い物に来たの？お小遣い足りる？それかお母さんに何か頼まれた？母の使いではありませんわ。今日はあなたに私の所望する品を作っていただこうと思ってこうしてやってきましたの。所望するもの？お母様はあなたの冷静した飛躍で見違えるほど若返りましたわ。ですから当然私のためにもできるはずです。それは時間と内容によるけれど。では明後日までにモテ薬は？無理、それはできない相談だよ。どうして？お母様の願いは聞けても私の願いは聞けないと？あのね、君は？エレインですわ。
エレインちゃんは。ちゃん付けはやめてください。エレインさんはモテ薬なんて使わなくても十分可愛いし魅力的なレディーだと思うぞ。それはそうですけど。否定しないんだ。今度の晩餐会ではそのガラルド家のラース様もいらっしゃるそうなのですが、私そのそれでモテ薬が欲しいの？ええー、違いますのよ。ラース様は伯爵家の次男ですし、我がバルガス家とも釣り合いが取れてますし、その私からすればもっと良い殿方を射止めることも叶うと思うのですけれど。そうですね、お嬢様は魅力的なレディーですからね。あなた今バカにしたでしょう。あ、バレました？否定しなさいよ。ああ、ごめんごめん。ちょっともっと真面目に人の話を聞きなさい。あの子何か楽しそうです。どういい？モテ薬を使ってそのラースさんがエレインのことを好きになったとするよ。はい、どうぞ。と言ってもこれエレインさんのお母様からいただいたものですけど。ルーノエルさん。ルーで、彼が君を好きになったとしてその後はどうする？ずっとモテ薬を使い続けなければ好きで居続けてもらえないんだよ。モテ薬の前にもっと努力することがあるんじゃない？では私がラース様にモテるにはどうしたら？こういった話は俺だって経験値が。でも何か言わないと。そうだな、あれだ、モテ薬は無理だけどモテ女にしてくれそうな薬は作れるかも。本当ですの？作れますの？俺には恋愛スキルはなくともこっちの世界では創薬スキルはある。まあすごいですわ。耳も尻尾も自由自在に動くのですね。私獣人を見るのが初めて。ノエラ、獣人違う。獣人以外何なんですの？ノエラ、人狼。違いありますの？違う。おいおい、主、ノエラ、マキマキ嫌い。人狼のプライドがあるんだな、ノエラも。じゃあノエラさん、私は私はノエラ、みんな好き。よし、あとは仕上げだ。できた。チャームフレグランス、果実の爽やかな香りが特徴の香水。いい香り。できたんですの、モテ薬。あ、先に言っとくけどモテ薬じゃないから、これ効能書きね。え、いい匂いのするただの香水？ただの香水でも俺の言う通りに使えばワンランク上の淑女になれる。ただし、エレインの態度や表情、行動で台無しになる可能性もある。心得ていますわ。こういうところは素直で可愛らしいんだけどな。さ、これで手首同士をこすらせて。はい、こうでよろしいかしら。まあ、いい香り。でもこれでは足りないのではなくて？つけすぎると逆に不快になるんだよ。そうでしたの。あなた物知りですのね。君が知らなすぎなんだよ。言い方というものがもっとあるのではなくて、私この町を治めるバルガス家の娘ですのよ。知ってる。じゃあ次は首。身分をどうこう言ってもあなたには通じないのですね、変な人。さあこれでよし。マキマキ顔優しくなった。代わりって心も変えられるものなんですね。さすがレイジさん。いらっしゃいます。こちらにお嬢様がいた。お嬢様探しましたぞ。あら、見つかってしまいましたわ。え、執事さんに黙ってきてたの？ではレイジ様、これありがとうございました。ごきげんよう。
晩餐会、頑張れよ。なんですの、急に。 あなたに言われなくても私は魅力あふれる宿女なのですから。心配には及びませんわ。恋に恋するお年頃なんだろう。うまくいかないことも多いんだろうけど、あの香水が少しでも役に立つといいな、なんて思っていたのだが。ごきげんよう。いらっしゃいま。あ、エレイン、どうしたの？今日晩餐会じゃ。あれは、その、行くのをやめましたの。え？よく考えれば、私は明けすけな物言わされる殿方の方が、合ってる気がしましたの。ほう。それに、才能あふれる殿方の方が、私、好みですのよ。あら、エレインさん、今日はどうされたんですか？それは、その、私、この店のお手伝いに参りましたの。お手伝い？手伝いって言ってもな。そこの獣人さんができることであれば、私でも。ノエラ、獣人違う、人狼。あれ、あの香水つけてる？あ、はい。今日、その、つけてきましたの。ご不快だったかしら。そんなことないよ。いい匂い。けど、なんでわざわざ。宿女のたしなみですわ。こちらで二日間お世話になるわけですし。2日間？お父様とお母様に、ここで働く許可はもらってきましたわ。もちろん、執事にも。俺が許可してないんだけど。ぬ、主言う通り。お父様もね、二日くらいなら働いてもいいって。世間のことを知る良い機会だからって。あのさ、まず店主の俺の許可じゃない？ぬ、主言う通り。レイジ様、ダメかしら。主、マキマキダメ。じゃあこうしましょう。ノエラさんのお手伝いをしてもらうというのは。ああ、いいんじゃないか、それ。ル、ノエラ、マキマキに教える。あら、ノエラさんが教えてくださるの？ノエラさん違う、ノエラ教官。ノエラ教官、いいですね。あの、私、お仕事を教えていただくのはレイジ様が良かったのですけれど。主、忙しい。お前、構う暇ない。じゃあ、お二人とも頑張って。え、お、え、お前、ノエラ言うこと聞く。はい。まず挨拶。らっしゃい。らっしゃい。ル、聞いてる？マキマキ。チース。らっしゃい。よくぞ参りましたわね。それで、あなた、今日は何が欲しいのかしら。この私が特別にお相手差し上げますわ。店長、店長、これどうなってるの？悪い。なんか、ほんとごめんな。ううん、面白いからオッケー。じゃあまたね。お客さんがミコットさんでよかったですね。なあ、エレイン。ん？こういう接客じゃ、お客さん来なくなるんだ。感じ悪いって。オッケー、エレインお嬢様。今の、もう一度言ってくださるかしら。だから、こういう接客じゃお客さん。じゃなくて、その、エレインお嬢様って。エレインお嬢様？うわぁ！うわぁ！夜こっそりと屋敷を抜け出して、大勢を重ねる私たちの姿が想像できますわ！けれど、私とレイジ様は貴族と小市民で身分に差が！よくわからないのでスルーで。こうして、タテロールエレイン城の2日間のお仕事体験は過ぎていき。ノエラさん、これどうぞ。ノエラに？ええ、私の手作りの香水ですわ。レイジ様に教わって作ったのよ。ああ、ありがとう、マキマキ。ノエラも、これやる。まあ、ノエラさんの尻尾そっくりですわ。身代わりノエラ。ノエラさん、私、また来てもいいかしら。いい。ありがとう、ノエラさん。すっかり仲良しです。まさかこうなるとは。あずい。なんで今日はこんなクソ暑いんだ。主、ノエラくっつく。
このモフモフめ離れんかい。天井もあちちです。ごきげんよう。私が来ましたわよ。マキマキ、ごめんなさい。今日はノエラさんと遊びに来たのではないんですの。あまりに暑いからお父様がレイジ様に頼んで冬になる薬を作ってもらえって。そんなのできるかーい。ダメかしら。あのな、魔法と薬は違う。いや、あれならよし、できた。冷却ジェル100個。ジェルが蒸発することによって熱を奪う効果がある。まずは自分で。ピンポイントで冬が来た。そんなにですか。私もノエラも私も100個。冬が来ましたわ。真夏に冬が。本当です。さすがレイジさんのお薬。寒い。ノエラ、ノエラさん、寝ちゃダメですわ。私も眠い。レイジ様、私お慕いしておりま。雪山の遭難状態。全部塗っちゃったの。塗りすぎは冷えすぎるって。キリオドラッグ、本日もご来店いただきましてありがとうございました。ルー、これはすごい。ここがウサギ邸か。